パネベジースはリトアニアの都市。パネベジース発の狂気路線パネベジースはリトアニアの中部に位置する。バルト地方の中心地ビリニュースとリガの途中にある。良い道路基盤を持つ地理的位置と国際高速道 E67 がビジネスの機会をパネベジースに提供している。市は鉄道でシャウレとダウガフピルスに狂気によって同様にルビキアイ。 アニクシュシャイとビルジャイともつながっている。この鉄道は歴史記念物として保存され、観光名所とされている。パネベジースはアウクシュタイティア地方の中心に位置し、時にアウクシュタイティアの首都と呼ばれる。パネベジース単体で都市自治体となっており、またパネベジース軍の中心都市ともなっている。市内の聖ペトロ、聖パウロ教会パネベジースが最初に、 歴史上に登場したのは1503年である。ポーランド王、リトアニア大公アレクサンドラス2世が町に対し教会やその他建築物建設の権利を授けた文書にその名が現れた。アレクサンドラス2世はパネベジースの創設者とみなされており2003年には500周年を祝った。市はネベジス川の古い平野の上にある。パネベジスという名は ネベジス川沿いという意味がある。16世紀を通じ、市は王立町の特権を維持した。14世紀の早い時期にパネベジース地域へ移住したポーランド人、カライム人の自治体があった。カライム人のケネサ、ポーランド人のギムナジウムが第二次世界大戦までパネベジースにあった。17世紀。 ネベジス川砂岩の市の一部が発展し始め、さらに拡大した。1830年の11月放棄、1863年の1月放棄では、パネベジースは重要な役割を演じ、独立闘争は1864年まで続いた。19世紀終盤の産業革命後、最初の工場が市内に設置され、工業が最新の機械を使い始めた。 生産品が一般大衆の市場向けに適用できるよう銀行業が強化され商業が増加した。教育制度がさらに安くなり、同様に識字率が上昇した。19世紀終わりから20世紀初頭、パネベジースは地方の強力な経済、文化中心地となった。当時、パネベジースはリトアニア第四の都市であった。地元の本の運び屋、 国ぐねしによる活動の中心地でもあった。1月放棄後に、ロシア帝国によるロシア化が推し進められ、ラテン文字を用いるリトアニア語の本は禁止されていた。国ぐねしは、ロシア帝国内のリトアニア語地域にリトアニア語の本を密輸した個人の総称である。その一人、ユオザス・マシューリスは1905年に初めて、リトアニア語書店と印刷書を開店した。 建物は今もパネベジースのランドマークであり、地元住民は100年以上続く書店を誇りにしている。二つの大戦の間、リトアニアは独立国家となり、パネベジースの成長は続いた。1923年に政府が実施した最初の国勢調査によると、パネベジースの人口は19147人、そのうち6845人が、 ユダヤ人であった。ポネベズ・イェシーバーは、在リトアニア・ユダヤ史上最も有名な朝整党派、ユダヤ教のイェシーバーの一つで、パネベジースに置かれ繁栄した。ラビのヨセフ・シュロモ・カーネマインは、ロシュ・イェシーバーの称号を持つ、学院長であった。彼は、パナバザー・ローフの名で知られたイェシーバーの学院長で、パネベジースのラビ指導者でもあった。彼はどうにか、 イギリス保護領パレスチナへ亡命することができ、現在のイスラエルブネーブラクで、同じ名前のポネベズ・イェシーバーの再建に着手した。現在のポネベズ・イェシーバーは、若いタルムード学者の非常に大きな学生総数を持つ。1923年から1939年にかけ、パネベジース人口は2万6000人に増加した。 1940年6月15日、バルト諸国占領の結果として、ソビエト軍が死を接収し、ソビエト連邦に併合された。何人かの政治犯が、政党工場近くで殺害された。大多数のレジスタンスは、シベリアへ送られるか、別の形での迫害を受けた。ナチスドイツがソビエトに宣戦線布告後、パネアベジースは、第一次世界大戦でそうされたように、 ドイツ軍に占領された。市は、東方占領地域内の地区中心地の地位を獲得した。ナチス占領の間、パネベジースにいたユダヤ人のほとんどすべてが、ホロコーストで命を奪われた。ほんの少数の人々が逃亡でき、国外で亡命者保護を受けた。第二次世界大戦後、都市の進化の自然なプロセスが崩壊した。 ソビエト連邦共産党は独裁支配を行使し、市は主要産業を中心地に転換された。1960年代から1980年代、いくつかの大規模産業会社が設立された。ソビエト当局はパネベジース旧市街を破壊した。旧市街の全体的な破壊が止められた後、地元住民の大きな不満だけが残った。 1959年から1979年の間、4万1000人から10万1500人まで人口が増えた。1990年、リトアニア再独立後、人口は13万人に達した。市の産業はいくつかの大きな変化に直面した。しばらくの間、パネベジースでは、プラスチック共同組合が大きな利益を上げていると見られていた。 郊外地域はまだ取り残されており、非常に大きくてきっかいな家を、地元住民は、プラスチック応急殿と呼んでいる。ありがとうございます。